はい、続きまして7月28日来たるスーパーライジン3追加カードを発表します。こちらご覧ください。因縁にまみれた真夏の祭典ニューカード、ここに発表。ベアナックルファイト最上陸、ジョン・ドットソンがベアナックル王者の戦いを披露する。対するはライジンフライ級のボーワン、ジョン・ドットソン VS 曽谷隆樹。禁断の女子ベアナックル戦、アメリカから直輸入。日本の強川クイーン、不屈の睡蓮、レーナ VS ケイト・ロータス。はい、ベアナックルファイトの方はすでにアメリカで発表されてますけど、ソヤがチャンピオンのドントソンと真っ向勝負、ベアナックルルールで行います。そして女子の試合、スーパーアトム級 49.0kg、 レナ VS ケイト・ロータス決定です。さて、まず選手から一言ずつ、はい、曽谷隆樹選手からお願いいたします。はい、皆さんお久しぶりです。ザ・ブラックベルトジャパン、曽谷隆樹です。ベアナックルファイト、ね、試合発表されたときにかなり賛否両論あったんですけど、僕はベアナックルファイトがね、ライジンと提携する前からいつかベアナックルファイトをやりたいと X でつぶやいていたぐらい、憧れていた舞台なので、本当に今回組んでいただいて感謝しています。そして、篠塚選手みたいにこう綺麗にね、距離を保って戦うタイプではなくて、僕は踏み込んで一撃当てるタイプなので、まあドットソンとは本当に正面衝突、もうベアナックルぶん殴り合いになるので、皆さん楽しみにしていてください。すいません、あと一つだけ、まあベアナックル、とりあえず僕と、篠塚選手で盛り上げるので、芦田さん、浩二さん、しっかりと MMA で決着つけてもらえたらと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、では続いてケイト・ロータス選手よりご挨拶いただきます。よろしくお願いします。ライジンファンの皆さん、はじめまして、ディープジュエルズから来ましたケイト・ロータスです。今回スーパーライジンという大きな舞台で憧れのレーナ選手と戦えることを本当に感謝しています。ただやるからには勝つことしか考えてないです。しっかりと勝って自分が世代交代をして女子格闘技を盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、続いてレーナ選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、シュートボクシング、そしてライジンのレーナです。はい、またすごいべっぴんちゃんを連れてきたなっていうふうに思ってますけれども、はい、はい、やっぱりここはしっかり勝って、年末私にもチャンスください。ぜひ、はい、よろしくお願いします。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。スーパーライジン3で実現するこのカードにどうぞご期待ください。
曽谷貴樹選手、ケイト・ロータス選手、レイナ選手に皆様盛大な拍手をお願いします。